新世界で始めました TV 始まりました。パチ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 ということで、本日はあいにくの雨でございますが、新世界にやってまいりました。昭和歌謡を歌うアイドルユニット朝姫の中村美優と申します。よろしくお願いいたします。今日は何するんでしょうか。ありがとうございます。これはすごい歌の字って書いてあるんですけど、何でしょうか。食べる企画ですかね、今日は。あ、食べるんですか。ちょっと食べる企画はちょっと大歓迎なので、ちょっとすごい楽しみなんですが、すごい絵がね、豚に血って書いてあるので、すごいちょっと興味深い感じにはなっておりますが、読んでみたいと思います。大阪新世界のリトル台湾、栄養満点、台湾夜市の定番、豚の血でできたケーキ、ということでしょうか。もうすごいめちゃめちゃ興味津々ですが、ね、今からお店に行って豚の血でできたケーキを食べるということで、今日も元気に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、このビリケンさんの前からオープニングスタートしたんですけど、これ皆さんにもちゃんと見てほしいです。一回カメラ映りますでしょうか。ねぶた看板がね、設置されたということで、駅名を解散の意味を込めて、ね、コロナに負けるなということで、この設置されたそうです。皆さんもよかったらね、落ち着いたらまた新世界に見に来ていただけたらと思います。さあ、本日は豚の牛を食べるということで、ちょっと私大丈夫かな、ちょっと怖くなってるんですけれども、なんとこの台湾の豚の血を食べることで、この体の中にあるすごい古い血液をこう外に出して、こう血をきれいにするというね、体をこうちょっと免疫を上げられるのかな、もしかしたら。そういう意味でやっぱりコロナにもね、ちょっと打ち勝たなきゃいけないなということで、もしかしたら今日は私はコロナに負けない体づくり、ね、第一歩ね、できるかもしれないということで、すごく楽しみです。ということで、タピオカセンターのお店の前に到着いたしました。めっちゃ可愛いです。今回中村美優さんがやってきたのは、通天閣から歩いてすぐのところにある台湾タピオカ専門店タピオカセンター。こだわり抜かれた豊富な台湾タピオカメニューだけでなく、なんと台湾ではおなじみの大人気で有名な台湾夜市料理もたくさん。果たして今回チャレンジする豚の血とは一体どういう食べ物なのか。もうなんかお店入る前からすごいめちゃくちゃワクワクします。ここでね、でもこんなお店で豚の血のケーキが食べられるということで、なんかますます興味深くなってきました。まずはね、消毒、これ大事ですからやっていきたいと思います。では、入ってもいいですか。行きたいと思います。こんにちは、よろしくお願いいたします。すごい、かわいい。絶対インスタ映えするでしょね、お店の前もすごい可愛らしかったですけどね、タピオカセンターということで、タピオカのメニューはたくさんあるんですけれども、今日の本題は、豚の血が入ったケーキということで、このファミリーパック台湾夜市詰め合わせというものに豚の血のケーキがあるということで、これを注文してみたいと思います。ファミリーパックとは、台湾夜市のおなじみ台湾唐揚げ、イカ団子、そして豚の血がセットでお楽しみいただけるというお得なセットである。こんにちは。こんにちは、どうぞ。ファミリーパック1つと、はい、タピオカもちょっとめっちゃ気になるので、ちょっと頼んでみたいと思います。なんか先ほど、こう、インスタ映えする見た目のものが1つあって、この特製2層ミルクティーっていうのがね、こう2層になってるんです。これがね、インスタ映えするよということでおすすめいただいたので、じゃあ、特製2層ミルクティーも1つ。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、参加。生の唐揚げで、はい。油の中に投入されます。イカ団子です。はい。イカ団子。今イカ団子。めっちゃいい音。もう美味しそうですね。でもちょっと豚の血っていうのがもう未知数すぎて、すごくドキドキしてます。ちょっとお腹空いてきたかも。今日は食べるのか
マーチブラするのか、ちょっとどんな企画か全然わからなかったので、念のためにお腹を空かせてきたので、すごく楽しみです。今天ぷらを揚げられてます。ここで料理完成までの間、店長さんに豚の血についての耳寄り情報を聞いてみることに。え、日本じゃありえないんですか？そうですね、まあ、日本で多分豚の血を食べれるのは多分まだ大阪やったらここの店だけだったので。最近ちょっと台湾料理とかすごい流行ってますけど。そうです、そうです、ね、これはちょっと、まあ、多分日本からしたら出て物っていう分類に入るんですけど、食べてみたらそんなことなくすごく美味しい。美味しいですか？できました。お、ファミリーパックです。はい、どうぞ。プリケラということで、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい、熱々。すごい、紙袋めっちゃ可愛いんです、これ。これもきっと映えますね。後ろは全部台湾語ですかね、漢字で記されてます。はい、そして、また揚げ紙に作っていただきます。はい、ありがとうございます。すごい、この2層になってるんです、これ。これ絶対映えます。写真。それではこれもいただいてみたいと思います。で、早速ね、このちょっとまずはタピオカからいただきたいなと思うんですけど、これ2層になってて、これを混ぜることで本当のミルクティーが完成するそうなので、混ぜたいと思います。こんな感じでしょうか？いいですか？こんな感じ。どうですか？混ざりました。それでは、ちょっとあのタピオカのストローは太いですからね、これをちょっと刺していただきたいと思います。ちょっと、これは勢いよく刺した方がいいんですかね？あ、いけた。それでは早速、まずタピオカから。タピオカがすごい感じます。弾力がすごいです。なんか時々タピオカ飲むんですけど、すごいタピオカセンターさんとはもちもち、めっちゃ美味しいです。今日の主役はタピオカじゃなくてこちら。早速いただきたいと思います。見てください、めちゃくちゃすごいたくさんの量が入ってます。まずは唐揚げからいただこうかなと思います。すごいボリュームですよね、1000円でこれは。めっちゃお得やと思います。それではいただきます。すごい揚げたてやからめっちゃ美味しい。すごいジューシーです。で、味もしっかりついてて、なんだろう、好み、すごいめっちゃ美味しいです。それでは続いてイカ団子をいただきたいと思います。まあ、イカ団子、こうイカの天ぷらって日本でもね、結構皆さん食べられると思うんですけど、こんな感じです。それではいただきたいと思います。うん、めっちゃ柔らかい。ちょっとね、胡椒感がすごい効いてて、めっちゃ美味しいです。ということで、こちらを作っていただいた従業員のお兄さんに一緒に席についていただいて、ちょっといろいろお伺いしたいなと思います。はい、この前、何とお呼びしたらよろしいでしょうか？あ、ヨウと申します。ヨウさん。はい、葉っぱの葉で。葉っぱの葉でヨウさんにちょっといろいろお伺いしたいと思うんですけど、はい、今から揚げいただいたんですね。はい。唐揚げを、まあ、日本では唐揚げっていうじゃないですか。これを台湾で言うとどんな風に？ああ、鮮素鸡で聞きました皆さん。言えそうですか？鮮、こちらお願いします。鮮素鸡。鮮素素鸡鸡。鮮素鸡で唐揚げ。でね、この中には3種類になって。もう一つイカ団子っていうのがあるんですけど、これは何ですか？イカ団子の中東語は、ホア、ツ、ツ、ワン、ワン。はい。私発音大丈夫ですか？あ、はい、発音大丈夫です。です、はい、だそうです。じゃあ最後ね、この主役の豚の血は教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、豚の血の中東語は、はい、ツ、シエ、シエ、ガオ、ガオ。はい。ツ、シエ、ガオ。
ちょっと皆さん勉強になったんじゃないでしょうかね。えちょっと台湾語講座になっちゃったんですけど、この後ね、この主役の豚の血をいただく前にちょっとこれもすごい気になって、タピオカセンター、はい、ね、このさっき看板を見せていただいたんですけど、はい、タピオカに中心って書いてセンターって言うんですね。でこのタピオカっていう部分はちょっと台湾だとまた違った読み方するんでしょうか。あ、そうですね、タピオカの中国語はセンツと言います。はい、センツ、はい、皆さんあのタピオカ屋さんからチェンツと頼んでみてください。この台湾だと豚の血っていうのは、はい、どういう時に普段食べられるというか、もう普段どういう食べ方をされるのかっていうのをちょっと聞きたくて。はい、基本的にその食べ方2つがありまして、はい、開けて食べると、スープに入れて食べるんです。スープに、はいはい、スープにこの揚げたものを入れるんですか。炒めて、はい、でスープに入れて食べる。はい、気になりますね。今日は揚げ物なんですよね。あ、そうです。はい、はい、では豚の血の揚げ物ということで、またちょっと違った料理なんですけど、この豚の血っていうのは、はい、こうどういう体に対して効果があるのか、食べたら元気になれますか。でも、あの揚げ物なんですけど、ね、はい、元気になります。あ、元気になりますか。はい、でもコロナにもちょっと少しは打ち勝てるますかね。そうですね、そうですね、はい、皆さんから太鼓判をしていただいたので、早速今から食べていきたいと思います。見えますか。すごいね、見た目は黒いんですよ、こんな感じ。これが血の色なんですかね。それではいただきたいと思います。いただきます。ついにこの真っ黒な豚の血を食べる時が。台湾では夜市料理で国民食、日本では馴染みがなく味の想像が全くつかない豚の血、果たしてどのような味がするのか。あ、お餅ですね。すごいもちもち、うん、血の味じゃない。なんかすごい血っていうイメージをしてたんですけど、本当になんだろう、香ばしいお餅みたいな感じ。なんかちょっとサクサクしてますよね。そうです。中は豚の血ともち米を混ぜて、うん、血の味はしなくて、主に味がするのはもち米の味です、ね、うんうんうん。これがすごい体にいいんだったら、なんかいくらでも食べれる気がする。めっちゃ美味しいです。めっちゃ食べやすくて、これ絶対食べた方がいいです。免疫つけましょう。めっちゃ美味しくて、普通にちょっと進んでます。いただきます。めっちゃ香ばしいんですよ。なんか血のイメージが覆されました。これは台湾のなんか良い血っていうふうに書いてたんですけど、こう屋台とかでこう主流のメニューなんですか。台湾行くと全体に良い血とか、そういう、うん、そういう屋台料理っていうのはすごい有名ですね。お国的料理。それではここからちょっともう食べます。プライベートです。ということで、本日はタピオカセンターさんに、やってまいりました。豚の血のね、お餅なんですけど、すごい香ばしくって、全然豚の血っていうイメージとは全然覆されると思います。あのファミリーパックがすっごい1000円でめちゃくちゃいっぱい入っててお得なので、ぜひあの新世界に来た時はお昼ご飯にぜひこう食べ歩きで、寄ってきていただいたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、タピオカもうちょっとあるので、これを飲みながら新世界ちょっとぶらりしてみたいと思います。ということで、本日はタピオカセンターにやってまいりました。ぜひ皆さんもお越しください。